お疲れ様です。じゃあ暗号通貨ニュースの方ですけども、ビットコインの価格がかなり上がってきて、もうすぐ750万という史上最高値が来ますね。まあこれは前々からお話ししてきた通りなんですけども、イーサリアムも適正価格はこれ100万ぐらいになってもいいかなと思ってるんですけども、もうすぐ40万ということでね、まあ大台に乗ってくるような形でございます。それからソラナもすごい人気を出してますよね。今全面的に暗号通貨にお金が流れ込んできてね、全面高になってますね。で、カルダノなんですけども、こちらの方もまあまあの価格をつけております。このままね、100円に向かっていっていただければいいかなっていうところと、まあ、1月注目のコイン、柴犬ですけども、順調に値段を上げてきて、まあ、これだけ上がればね、利益をかなり取れてる人もいるんじゃなかろうかと思います。で、2月の注目のコインは何といっても白菜です。白菜がまた価格を上げましたんでね、376%高ということなんで、もう十分満足のいく利益を皆さん取っていただいてるんじゃなかろうかと思います。今までね、散々パラ私の放送を疑っていた方も、まあ、ここまでピンポイントであればもう疑いようがないと思いますけども、だいぶ利益を重ねてる方もね、増えてきまして、連絡をいただきまして、本当ありがとうございます。で、24時間だとこういう形になってますけども、実際7日間、1週間で見るとどうかっていうと、こういうふうに大きな山がね、2回来てるわけですよね。それから1ヶ月で見ると、はい、これもっと増えるわけですよ。3回も山が来てるってことになります。まあ、これだとね、すごくわかりやすいですよね。例えばね、0.02円以下なら買いで、それ以上ならいつでも売っていいよっていうふうなルールを決めておけば OK なんですよ。まあ、2プライスって言って0.02円以下だったら買いで、0.03円以上だったら売りみたいな形もね、できますけどね。3ヶ月で見てみましょうか。まあ、この白サイコインなんですけども、実はまだまだね、高値をつける可能性があるわけですよ。それからマックスで見ると、驚くムラカレなんですけども、本当にね、ずっと長い間この低迷してたわけなんですけども、これまだ歴史が1年ぐらいなんですよね。白菜ってできたばかりのコインで、最初上場してずっと鳴かず飛ばずだったのが、3ヶ月ほどして最高値をつけたっていう経緯があります。で、こっから9割ダウンしたわけですよ。95%ダウンかな。でも白菜は終わったというふうにね、言われていたんですけども、なんせユーザーが少なかったですからね、全然注目されてなくって、多分私の放送でね、なんか有名になったと思いますよ。で、先月まで800位ランキングされていた白サイコイン、現在300位以内にね、ごぼう抜きで入ってきたでしょ。まあ、こういったのを見つけれるかどうかっていうのが、2024年の暗号通貨でね、勝利を収める方法になっております。はい、では、どこで白サイ買えばいいんだとかね、どうやって売ればいいんだとかね、それは各自で調べてください。そのぐらいはね、もし儲けたいんだったら。まあ、ビットコインを買う方法と同じですからね。お、また値段上がったみたいですね。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。